さて、それでは続いて必要タンパク質量、こちらは先ほどのエネルギーよりは単純ではないところがあるかなと思ってます。まあ、今スライドに痩せの人はタンパク質量を増やす方を検討してもいいんじゃないかなっていう風な書き方をしてますし、まあ、肥満体重が重い人に関してはタンパク質量はある程度維持する方向でいいんじゃないかなと書いてますけど、ここはちょっといろんなところとの兼ね合いがあるので、一概に増やす減らすっていうのは体重だけではちょっとなかなかこう説明しづらいところがあるので、これもうちょっといろんなところを加味して考えていきたいなと思います。で、先ほどと一緒で身長160センチの人を例にとります。例えばこの人が肥満 BMI25 だとした場合、体重64キロです。 BMI25 の場合は体重64キロになります。まあ、IBW でいくと160センチの人なので IBW は BMI22 として56キロっていうような体重になります。さて、この時にエネルギー量、先ほど見た通り IBW もしくは減体重を使った場合それぞれどうなるかっていうのをちょっと見ていきますと、まずは減体重ですね。160センチで現在肥満の患者さん、64キロの患者さんのこの64キロで体重あたり25でエネルギー設定をした場合は1600キロカロリーになります。そしてタンパク質量も同じく減体重かける 1g で計算した場合はタンパク質量は 64g っていう風な計算になります。そしてこの時 NPC パーチ数比131、ただし先ほど見た通り減体重じゃなくてエネルギー量の設定を理想体重 IBW でした場合は IBW56 キロあたり25キロカロリーかけた場合は1400キロカロリーになります。ただしタンパク質量は特に腎不全ないから体重あたり 1.0 でいいんじゃないっていうので、体重あたり減体重を使って 64g 設定した場合、この場合は NPC パーチ数比は112になります。大丈夫ですか？ちょっとややこしい数字がいろいろ出てくるんでややこしいですけど、2番目の場合はエネルギー量の設定は IBW 理想体重でエネルギー量を設定して、タンパク質量は減体重を使った場合っていうので使ってる体重が違う場合、そして最後3つ目はエネルギー量もタンパク質量も IBW で設定をした場合はエネルギー量が1400キロカロリー、タンパク質量が 56g になります。さて、ここでちょっと見てもらいたいのは最初の1番、減体重エネルギー量もタンパク質量も減体重で設定した場合は NPC パーチ数131になります。そして一番最後3つ目の場合もエネルギー量とタンパク質量は理想体重で設定した場合、これどちらも NPC パーチ数としては131になります。ただし真ん中のようにエネルギー量は標準体重、タンパク質量は減体重みたいな使い方をすると NPC パーチ数比が下がります。これ皆さん分かりますか？ NPC パーチ数比が下がるっていうことはエネルギー量に対してタンパク質量が多いっていうことになります。なので腎不全がそんなにない人だったら、まあ、これぐらいだったら許容範囲なのかもしれないんですけど、これ例えば腎不全の患者さんですと体重あたり 0.8 に設定してるんだけど BUN が上がってくるっていうような場合なんかはもしかするとエネルギーに対するタンパク質量が多くなってるかもしれない。体重あたりでは 0.8 できっちりと設定してるんですけど、投与されているもしくは摂取しているエネルギー量が低い場合はエネルギー量が低いことでタンパク質がエネルギー源として使用される、まあ、そういったことで BUN が上がってくるという場合もあります。またまあガイドラインとか教科書でも腎不全の場合は低タンパク高エネルギーエネルギーをしっかりとってくださいねっていうふうな書き方がされています。なのでちょっとこの辺の考え方はタンパク質単独で考えるっていうのはなかなか難しいかなというふうに考えます。でこの辺のちょっと
今話をした内容について詳しく見たい方は第52回の腎不全栄養管理1っていうところで、この BN とかクレアチンのところ、あとはタンパク質 NPC パーチスト比の考え方はここで解説してますけど、まあ、ここからいくとタンパク質を設定する時の体重については、エネルギーを算出した時の体重、まあ、IBW かもしくは調整体重になると思いますけど、ここと合わせる。なのでエネルギー量を設定した時に理想体重で算出した場合はタンパク質量も理想体重、もしくはエネルギー量を ABW 調整体重で算出した場合はタンパク質量も ABW の調整体重でやるのがいいんじゃないかなというところ で、ここはしっかりと合わせていく方がこの NPC パーチスト比を考えるときにはいいんじゃないかなと思います。さて、ここもいろいろとご意見があるところかなと思いますし、ガイドライン的には標準体重というふうな書き方がされています。もちろん個人や病態に合わせて変更するというふうに書いてあるので、必ずしも標準体重一辺倒ということではないんですけど、考え方としては先ほど言った NPC パーチスト比、エネルギー量との兼ね合いもあるので、エネルギー量の算出体重と合わせるというところで体重を決めるというところでいいんじゃないかなと思います。体重が理想体重もしくは調整体重で決めたところで、実際じゃあどれぐらいのタンパク質量を投与するか、体重あたりどれぐらいに設定するかというところは、今スライドに出ている慢性腎臓病に対する食事療法基準2014年版を参考に、0.8 から 1.0 というふうに幅があるので、この辺については患者さんもしくは担当栄養士に任せる。体重はしっかりと標準化をしていくという考え方でいいんじゃないかなと思うんですけど、こっちの係数のいわゆるどれぐらいの量を入れるかっていう係数部分については、ここで調整する幅があってもいいかなというふうに考えておりますので、この辺はある程度幅を持たせていいんじゃないかなと思います。最後、必要水分量に行きたいと思います。必要水分量を、栄養量と考えるかどうかっていうところは一つありますけど、今回は特に一番最初にやった体重あたりっていうような算出が非常に栄養業界多いので、その中でもエネルギー量、タンパク質量、あとガイドラインとかで記載があるのでいくと、この水分量というところがあったので、今回取り扱いをしてます。ということで、ここも少しお話をさせていただきたいと思いますけど、これ、ニュートリションラボラトリーの大好きなこの必要水分量のところになりますけど、年齢によってだいたいこれぐらいの体重あたりの水分分布になってるよっていうことが言われてます。これはもちろん男女この性別によっても違いますし、脱水になってるとか、よく水分取るとか、こういった条件によっても違いますけど、だいたい大まかにこれぐらいになってるよっていうようなことが言われてます。で、これもニュートリションラボで大好きですね。水分の分布3つの部屋に分かれますよっていうので、ここよくお話しするんですけど、今日はここの話をしたいわけじゃないので、もう答えが出てますけど、この 60%、成人の男性でいくとだいたい 60% ぐらいが水分だというふうに言われてます。このうちの 60% の分布としては、血管内に 5%、 間質に 15%、そして細胞内に 40% というふうに言われています。ここはもう散々やってるので皆さんよくご存知だと思うので、ここについてははいはいという感じで聞いてもらえればいいんですけど、大事なのはここじゃなくて、この細胞内、今細胞内って書いてあるこの 40% のところをもうちょっと詳しくお話をさせていただきたいというところです。これは今までニュートリションラボラトリーでは話をしたことはないんですけど、実はこれ細胞って書いてますけど、細胞もいろいろありますけどね。例えば筋肉細胞とか脂肪細胞とかいろいろありますよね。ここでいくと、実は脂肪細胞って実はこの細胞の中に脂肪を蓄えておくという働きがあるので、この脂肪細胞の中身は中性脂肪が主なものになってます。なので水分が少ないという細胞になります。反対に筋肉細胞は非常に水分が多いというような細胞になります。実はこの
いわゆるインピーダンス法、インボディって呼ばれるような測定方法は、この脂肪と筋肉の水分の含有量、ここの違いによって筋肉の量を推定しているということになってるんですけど、これでいくと、例えば高度肥満の患者さん、高度肥満の患者さんは体重に対して脂肪が非常に多いので、水分量が実は体重の 60% に満たない場合があるというふうな考え方もできるわけです。これでいくと、もともとそもそも脂肪で水分が蓄えられない状況なのに、理想体重とか調整体重とかで水分量を設定してしまうと、もともと少ないところからさらに少ない量で水分が設定される可能性があるということを考えると、これはもしくしてあんまりこの IBW とか ABW を水分量に設定するのはあまり向いてないんじゃないかなということが考えられます。あともう一つ、ちょっとスライドには載せてないんですけど、反対に低体重の患者さん、特に18切るような患者さんの場合で、理想体重で水分設定をしてしまうと、今現在体重が少ないところに水が今後増えるであろうところを予想した理想体重とかで水分にしてしまうと、今度過剰で水分投与になってしまうという可能性もあるわけですよね。なのでここの水分量に関してだけ減体重がいいんじゃないかなと思います。ただし、この水分は結構怖くてですね、簡単に心不全もしくは脱水になってしまうので、また体重あたりもこれ病態によって20とか20を切る場合もありますし、透析だと15っていう場合もありますけど、ここはかなりモニタリング、まあエネルギーもタンパク質もそうなんですけど、より水分量のところに関しては設定した後のモニタリングをできるだけ早く、そして回数も何回も何回も設定してモニタリングをしてもらうといいんじゃないかなと思います。ちょっと水分量に関してだけは、先ほど言った通りどれぐらいの水分がいいかっていうのは、体格プラス病態によってかなり幅があるので、一旦減体重では設定しますけど、できれば早めに、そして何回もモニタリングすることをお勧めします。ということで、ここのモニタリングの方法は水分アセスメントシリーズというシリーズもありますけど、まあ、具体的なチェック方法に関しては第21回の水分アセスメントチェック方法のところで詳しくお話をしてますので、ぜひこちらも一緒に見ていただいて、今言った体重、じゃあ減体重で設定してっていうところを見てもらうといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、本日は必要エネルギー量、必要タンパク質量、必要水分量の考え方ということでお話をしたんですけど、ベースの考え方はどの体重を使うかっていうところの今日はお話でした。なので係数部分については本当に病態や個人によって全く変わってくるので、あそこについては病態編とかでですね、まあ、そういった機会があればお話ししたいなと思いますけど、まずは体重、減体重なの？標準体重なの？それとも調整体重なの？っていうふうなところだけは、まあ、ある程度部署で統一してやっていこうというところがいいんじゃないかなということで、今日はお話をさせていただきました。それでは本日の勉強会、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。